静岡県の未来を開くものづくりカンパニー。毎週この時間は静岡県内のものづくり企業やものづくりを応援する組織の方をお招きし、最先端の技術や世界に誇る製品、人、新たな取り組みなど、ものづくり県静岡の未来を開く鍵となるお話を伺っています。今日は藤枝市にあります証券ガリレイ株式会社常務取締役井上修一さんにお越しいただきました。井上さん、よろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。井上さんは関西出身なんですね。そうなんです、ね、はい。今あのお母ちゃんは千葉にいますけども、はい、関西出身でございます。まあ、そこまでは聞いてないですけども、はい、関西出身の方、静岡来ると、うん、はい、あのちょっと怖くてボケられないことないですか？拾っていただけないですなんかその突っ込んでくれるかなちゃんとって怖さありますよね。あります。でもボケたいでしょう。いやー、我慢します。我慢するんです、その時はね、はい、今日はちゃんと会社の情報伝えてくださいね、はい、ありがとうございます、はい。まずはその証券ガリレイさんという、これ珍しい名前ですが、どんな会社なんですか？はい、証券ガリレイは食品工場などで使用される搬送機器や生産ラインをオーダーメイドで設計製造している機械メーカーです。はい、1968年創業者が機械設計にて発足させた会社ですが、1972年に、工場を設け、自社であの製作を自社でも行うようになりました、はい、以来50年以上あの工場の働き手不足や、生産ラインの向上の手助けとなる機械を手掛けております。去年の春に工場を焼津から藤枝市に移転し、新しい社屋と工場で稼働しています。なるほど、うん、具体的にどのような機械を設計製造されていますか？はい、当社は主に食品メーカーにおいて人手で行われた作業を機械に置き換える自動機械や、人を省く省人機械、力を省く聴力機械を設計製造しています。はあ、証券というのはそういう意味があるんですね。そうです、人手で仕分けしていたものを機械化することによって、うん、生産性の向上や効率化、人手不足などの解消に役立っています。手助けする、うん、手掛けている商品は多種多様で、うん、コンビニスーパーなどで販売されている冷凍食品、うん、チルド商品、うん、カップ麺、うん、アイス、和菓子、洋菓子など数多く身近な商品に携わっております。県内ではチュールでおなじみのペットフードや、はいはいはい、爽やか様の工場ではハンバーグの原料搬送をお手伝いさせていただいております。そうなんですか。へ、幅広い分野の機械を製造されてるんですね。製造するにあたってどんなことを大切にしていますか？はい、当社の機械は人手に代わる自動機械ですので、うん、工場内での使いやすさはもちろんですが、食品を取り扱う機械なので洗浄性を追求して洗いやすい機械に仕上げています。メンテナンス性も向上させて、簡単な修理は各工場で対応できるようなシンプルな作りです。基本はボタン一つで機械が動いて誰でも扱える自動機です。ということは、その証券ガリレイさんがその機械を使っているその工場というのは、もうほとんど人がいない状態で稼働しているということですか？そうですね、うん、当社のフラグシップモデルであります、うん、冷凍麺を作る循環ラインでは、はい、1時間あたり1万食前後の生産量になってるんですけども、はい、本当に人はほとんどいません、うんうん、はあ、そうですか、はい、はあ、でもね、これも今どんな業界でも人手不足が言われてるじゃないですか、はい、まあ、これからやっぱりこうした機会というのはますます重要になってくるんじゃないですかね。そうですね、うん、少子高齢化、働き方改革が叫ばれている時代で、ね、弊社はそういった社会問題に直接アプローチできる企業だと自負しております。うん、社会の価値観やニーズに寄り添って貢献していただけなければならないと考えております。うんうん、ますます需要の高まる自動化装置をただ作るだけではなく、全社で人間力、技術力を磨いて、うん、社会になくてはならない企業に成長できるように、うん、オンリーワン企業を目指していきたいと思ってます。井上さん、ちょっと緊張してますね。はい、ね、
声がね上ずってます。申し訳ありません。関西人緊張しちゃダメですね。いやでもいや今おっしゃったその本当に現代のね人手不足という問題にはすごくこれからね大事な機会だと思いますね。ただそのまあ誰でも使えるというまあ人に代わる機会ではあるんですけど、その機会を作るのはやっぱり人ですからね、それも大事にしなきゃいけないし、これ大変な作業ですよね、機械を作るという。そうですね、はい、技術営業メンバーがお客様のお困りごとをヒアリングしてアウトラインを引きます、うん、で設計メンバーが図面化して製造メンバーが部品を加工して組み立てます、うん、その後施工メンバーがお客様の工場へ納品して試運転まで行ってます。社員全員でお客様のために魂を込めて機械を作り上げています。なるほど、緻密な作業と、はい、そうした機械を設計製造する社員の皆さんが働きやすいように環境や制度を整えているそうですね。そうですね、うん、ベースアップや産休育休の活用を推進、はい、若手社員のフォローアップ研修など働きやすい環境づくり社員教育にも力を入れています。うん、藤枝市の移転をきっかけに地元採用の強化、うん、直近3年では高校生9名、うん、大学生6名、15名の新卒採用や、うん、工場近隣工場の清掃活動防災備蓄などに力を入れて地元に貢献できる企業を目指しています。はい、それが証券ガリレーさんと。ではもう最後になりますけども、今後の目標とかなんか夢がありましたら井上常務どうぞお願いします。 ありがとうございます、はい、我々ガリレーグループは食と命の未来を開くというパーパスのもと、フードロスの削減や地域社会との共生、人材育成に力を入れて持続可能な食品供給ができるお手伝いをできるオンリーワン企業を目指していきます。はい、まあ、何度も言うようですけれども、本当に今後問題になってくるのはこの人手不足問題、どんな業界でもそうだと思いますが、まあこれはどうしても人がやんなきゃいけないっていうのはもちろんねありますけれども、機械に任せられるところはやっぱ機械に任せた、その機械ならではの精密性もありますからね、はい、だからそういったニーズは今後多分増えていきますね、きっとね。もう間違いなく増えていくと思います、ね、はい、大事な大事なお仕事だと思いますので、今後ともどうぞ我々もお世話になりますが、一つよろしくお願いします。ありがとうございます。今日は藤枝市にあります証券ガリレイ株式会社常務取締役の井上修一さんにお話を伺いました。どうも井上さん、ありがとうございました。ありがとうございました。以上、静岡県の未来を開くものづくりカンパニーのコーナーでした。